皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、人生は思考ではなく行動で作られるということについてお話をしたいと思います。引き寄せの法則っていう言葉がねある、思考が現実化するとかっていうね言葉はあるんで、思考さえあれば世界って変わるんじゃないかって思っている人いるかもしれないんですけれども、この思考がね勝手に世界を変えてくれるんじゃなくて、その論理っていうのは自分の中でいつでも例えば思うこととか、これきっと手に入れたいとかね考えていると、その情報が入ってくるんですよね。だって自分が探している情報だから。例えば私がパリに行きたいっていうふうに思ったら、旅行代理店に行った時に一番真っ先に目に入ってくるのはヨーロッパ旅行がパリって書いてあるパンフレットです。はい。例えば家電屋さんに行ってテレビを欲しいと思って家電屋さんに行ってたら、テレビのコーナーに真っ先に行きますよねそれと同じで、まず思考があって、それに沿った情報を脳って探すようにできてるから、見えてなかったものが見えてくる可能性があります。それで現実を引き寄せたっていうことになってるね、可能性とかがあるんですよ。そうすると思考があれば現実が変わるっていうふうに勘違いされる方いらっしゃるんですけれども、さっき言ったみたいに電気屋さんで入り口で立ってたらテレビの売り場に行けるかっていうと、そんなことないんですよ。テレビの売り場を探してテレビの前に行くからテレビを見ることができるっていう、そんな感じなんです。なので必ずですね、思考はスタートでいいんだけど行動がないと現実は変わらないということになります。なのでよく夢見る夢子さん的な方っていうのは、こんな風になったらいいなっていう風に思う形でうまくいっちゃうって勘違いするんですけど、そんなことはね決してないです。地球は行動の星ってね言った方がいらっしゃるんですけれども、その通りで、願ってるだけで魔法のように現実が降ってくるってことはまずありえないんです。であればその情報を手に入れるっていうのは全然 OK なんですけど、その情報に対して自分が行動を起こしていくっていうことが必要になるので、ぜひそういう観点からですね、行動を考えてみるっていうことが必要なんじゃないかなと思いますので、そういった面からですね自分の行動を見直してみてください。それでは。